当中女像、当中女は、全漢の儒学者、春秋学者、広川国の人、儒家の思想を国家教学とすることを検索した人物。その思想の最大の特徴は、再イ説。春秋学の一派である、区要学部を治め、京帝の世に博士になる。武帝の県元,元元年に行った、県領対策の中で、儒家以外の諸子百科を排斥して、儒学を国家教学として、 据えるよう検索し、可能される。以降、政治的重要な地位を得るためには、受学的教養を身につけることが必須となる。また、軍国に不額学を置くことを上奏し、結果五教博士が置かれ、博士がそれぞれの専門とする計画を教授することとなった、と伝えられる。また、春秋の内容を探求し、陰陽説と融合させて、再思想を展開した。 しかしだて元六年、両党工病である、公園便殿に起こった際の原因を推察した未定の上層分相公が、七縁の手によって流出し、武帝の目に触れる。武帝は呪者を、称して意見を求めた際、当中女の弟子の両歩みのぶるが、死の分と知らずに通列に批判する。それにより、当中女は後に許されるものの危うく、死罪に処されそうになり、 以後3位は二度と口にしなかったと伝えられる。また、同じ、春秋学者の高村博氏の残言で、二河西国に左遷されるなど、その平生は不遇であった。四夫夫夫という夫が現在伝わっている。晩年は官職を辞し、学級に専念して暮らした。精錬潔白な人柄で、徳高く、ただ学問のキュウリにのみ人生を費やした。 博士時代は部屋に帳りを下ろして、講義を行い、三年の間、庭に現れなかったという。弟子の数も、非常に多く、新参者の弟子は、兄弟子から講義を受け、師である、当中女の顔を知らない者までいた。死は千もまた、当中女から教えを受けているとされる。最も早い記録によれば、著作として、当中女二十三編、文居、玉杯茂る 生命、竹林複数十篇、供養等中女地獄十六篇が挙げられている。等中女百二十三篇は、等中女の上訴、教場をまとめたものである。文教、玉杯、茂るろ、生命、竹林複数十篇は、主に、春秋の特質を述べたもの。供養等中女地獄十六篇は、供養春秋の精神に則っ,って現実に起こった。 事件を断罪した裁判記録集である。ただし、これらは完全な形では伝わっていない。現在は、春秋茂義という書物が、当中女の著作として伝えられている。春秋茂義は、時代とともに散逸しつつあった、当中女の著作を、陸朝時代あたりに何者かが再編集したもの、と考えられる。その中、供養当中女地獄十六編だけは、 春秋茂義路には収録されなかったらしく、現在他の書物の引用として、数条保存されているのみである。当中女がある主張を下ろして弟子に講義をしていると一人の客が訪ねてきた。ノブルはその客が普通の人間ではないと見て取った。しかも客が雨になりそうだというので、ノブルが、死去は風を予知し、結挙は雨を予知するというがさては君は狐つね傾き。 さもなければ初金済みだなとからかった。するとその客は古だぬきに姿を変えたのであった。ありがとうございます。